儀式は特定の信仰、信条、宗教によって一定の形式、ルールに基づいて人間が行う日常生活での行為とは異なる特別な行為を言う。宗教的色彩の薄いものは式典とも称される。宗教学においては儀式は思想が行動として表現されるもので、それによって特定の宗教を信仰するものと信仰しないものを 具体的に判別することができるとし、個人ではなく、集団で行うことで教団として社会から認知されるとするところから、宗教集団を構成する要素の一つとして位置づけている。また、特定の宗教を信仰していなくても、所属する特定の社会において、集団の結束を確認するため、あるいは集団への入団儀礼、集団内でのステップアップのために行われ、 社会に周知させる意味でも行われる。個人の生涯にとっても決定的な役割を果たすものを特に通過儀礼、イニシエーションと呼び、とりわけ成人前後のものが重要視された。これらでは社会から責任ある役割、一定の生産的役割を果たす存在への脱皮を期待され、個人にとっては社会的に一人前と認められる公用を持っていた。また、 文化人類学的意味合いを含んだ、秘密結社の一部などの閉鎖的組織の中では、合言葉や不調などの形式を持っていることもある。説教、礼拝、または葬式を妨害する場合には、刑法の礼拝所不経済が成立し、1年以下の、懲役もしくは金庫または10万円以下の罰金に、処せられる。刑犯罪法では、講師の儀式に対していたずらなどでこれを妨害したもの、 または、協賛し、または幇助した者は交流または過料に処せられることがある。ありがとうございます。